15歳になります。こんにちは、どうも。こんにちは、北川由里と言います。マリンバを弾いてます。北川さん、はい。マリンバ、なんか珍しい楽器で見えたんですけども、はい。もともとこういうことが好きだったんですか？そうですね、ちょっとはい、好きでやってます。なんかダンスも始めちゃったんですよ。ダンスを、はい、ダンスも趣味で始めたらちょっとハマってしまって、はい、なんか現在はなんか近くに住んでるって来たんですけども。ゴンドウに住んでおります。本当はどこに住んでたんでしょうか？アイルランドに住んでおりました。アイルランドにどんなことを勉強するんですか？伝統の音楽とか、はい、ダンスとか、はいはいはい、あとはでもまあ美味しいものを食べてゆっくりしてました。今後の抱負は何かありましたか？今後の抱負ですか？はい、じゃあちょっと長野ゴンドを盛り上げていきたいなと思っているのでまたこちらのホールでコンサートができたらと思ってます。ぜひ頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。こんにちは。シャンソン、ちょっと自己紹介お願いします。はい、シャンソンを歌っております緑です。緑さん、はい。今日はたくさんのこうシャンソン以外のいろいろ歌っていただきたいんですけども、シャンソンはどんな魅力があるんでしょうか？シャンソンはですね、お芝居のように世界観を作れるのがとても好きで素敵だと思っております。なるほど。シャンソンの特徴ってのはどんなことなんでしょうか？そうですね、ルバートといって、はい、テンポに合わせずに歌ったり語ったりっていうところが特徴かなと思っていて、それが人の心に響くかなっても思って歌っています。今後はどんな風に夢があるんですか？そうですね、もっと歌を磨いて皆さんの心に響く歌が歌えるようになりたいなと思います。それから誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。明日ですよね？明日です。25歳になります。ありがとうございます。ぜひ夢に向かって頑張っていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、こんにちは、長野インターネット所属と申します。はい、こんにちは、山際王子優子と言われています。よろしくお願いします。今回はね、はい、私はゲストとして呼んでいただいたんですけれども、最初にマリンバ一本で、演奏歌っていうことで、どんな感じなのか、しかもジャンルがシャンソンメインということだったので、シャンソンは今まではバイオリンだとかピアノ、そういう、あとドラムとかベース、そういうの揃ったシャンソンの世界しか知らなかったので、まあ、ピアノ一本はありますけれども、まあ、まさかマリンバ、まあ、マリンバ自身自体ちゃんと間近で聞いたこともなかったので、どんな感じなのかなっていうのが全然わからない、イメージ湧かなかったんですけど、もう本当にシャンソンに合うなっていう実感して、まあ、今日もね、先ほどもお客様からマリンバいいね、よかったっていう方も何人もいらして、本当に良かったなって、まあ、今日演奏を、ね、してくれた北川さん、北川由里さんも、まあ、もちろん気持ち的にもメインのボーカルのみどりちゃんと3人みんな気が合う感じで、リハーサルからも、まあ、ほとんど喋ってる方が時間多いんじゃないかぐらいな感じで盛り上がっていましたけど、本当に楽しく最後までリハから込みでやらせていただくことができました。本当に感謝してます。シャンソンをベースにこう、ね、展開してたと思うんですけども、はい、シャンソンの魅力っていうのもなかなかいいなと思ったんですよ。そうですね、シャンソン、まあ、みどりちゃんも、私も同じ先生に習ってる部分もあるんですけれども、まあ、みどりちゃんはね、もう完全に自分プロとしてやっている部分があるんですけど、やはり日本語で歌うことが多いですね、一緒に習ってる中で、まあ、フランス語で歌う部分もあるんですけど、まあ、日本語の方が聞く人に伝わるやっぱり世界観があるので、その世界を一つのストーリーを、お客様に感じていただくということで、まあ、皆さんなんか染みるものがやっぱりシャンソンの歌詞、あとメロディーにはあるのかなってやっぱ思いますね。歌ってる側も私も何曲か、ね、歌ってますけれども、気持ちの入り方がやっぱり違いますね。
今日は出ませんでしたけど、うん、いろんな楽器やられるんですよね、本当は。あ、私、そうですね、いろんな楽器言ってはなきゃいけないんですけども、あのフルートをやったりとか、はい、まあ、ボサノバでフルートもやっぱり好きものなので、あのちょこっとやったり、まあ、シェーカーとか、まあ、そんな音楽に合わせてできることをちょっとやったりしてます。夢は何でしょう？夢ですか、はい、夢、そうですね、あのやはりあの求めていただける、お客様いろんな方が求めていただけるっていうことが本当に幸せですし、でそれによってあの行ったところでそのお客様同士の関わりがと、あと広がりが増えていく、まあ、そういうあのきっかけの立場でいられたらいいなっていうのがあるので、まあ、そうにいつも呼んでいただけるようにあのしっかりいろいろ勉強していく行きたい、ただそれだけ今考えています。今日のマリンバ奏者と、まあ、出会ったことが、うん、そうですね、はい、本当に、はい、はい、まあ、夢に向かって頑張っていただきたいと思います、はい、これからもね、いろいろ学びながら頑張っていきますので、またよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。Come on.